嫌なことを思い出してしまった。もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。準備はできたかな？まずは渡墨島の軍営に連れて行ってあげるよ。それから三五宮様のところまで行こう。もし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるらしいから大丈夫だと思うけど。よし、じゃあ出航だ。ここが僕たち渡墨島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡墨島で民の安全を守ってるんだ。鉄平も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ、書き置きでも残しておいて。それを見かけたら、すぐに君を探しに行くから。ああ、しまった。もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡墨島を紹介するよ。今はまず、三五宮まで行こう。それって、三五宮ここみが住んでるところだよな。行ってみようぜ。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、本当に助かりました。ん？鉄平じゃないか。お前、渡墨島に戻ってたのか。その方は？へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼を渡墨島に連れてくるためにここに来たんだ。それって、まさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か？なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。今度また時間があれば私のところにお茶でも飲みにいらしてください。では三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、
一体何のことでしょうか。少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡墨島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。実を言うと、このことについて私は疑念を抱いているのです。ただ渡墨島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求も度を越したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を。もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろんお酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、軍隊の献立はいつも似通ったものになっていました。今後は私も後方勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ。その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り、私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡墨島と抵抗軍の現状について、すべてを理解してなお、私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれより、あなたを正式に、渡墨島特別行動隊、メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ二番隊、メカジキの名を冠する特別行動隊のことですか。特別行動隊に加入するだけでも困難なのに、一気に隊長になるなんて、すごすぎます。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は、隊を勝利へ導くことができると信じています。やったー！じゃあ、いつ就任式をやるんだ？メカジキ二番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、後方の安定化を図るために特別行動隊に出向いてもらっているのです。委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡墨島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが、あなたなら彼らの信頼を得られると私は信じていますよ。じゃあ僕は、三五宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか。僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ二番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも出発しよう。あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。三五宮様からすでにお話は聞いています。軍でも
以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ですが、まだ一つ懸念が。ん？何か問題でもあるのか？簡単に言えば、あなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう？普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、今はちょうど絶好の的がたくさんあります。ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、私たちもあなたの実力を認めましょう。おいらたちの実力を見せてやろうぜ。なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより、隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかし、あそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手強い相手ばかり。そうだな。渡辺島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。浪人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは支援に来るか逃げるか自由に選択できますので。それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々不安が。おいらたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では彼らを一網打尽にした後、またここで合流しましょう。いざ天道。ここにあり岩山八九立った。ここまで。やはりダメだった。難攻不落。わめくがいい。無能。やっ無能。無能。ここだ。これでいいはずだ。怪我はないよな。そうだな。光徳と義久たちがどうなったか気になる。見に行ってみるか。隊長。報告。他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。よかったな。浪人も片付いたし、みんなからも認められた。でも、これからどうするんだ？戻ってここみに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが、危険だからと手を出さないよう光徳に止められていまして。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。ビビってただけのくせに。おいおい、喧嘩するなよ。まったく。とにかくここみに報告しよう。就任は順調でしたか？そうは言っても光徳たちはきっとあなたを試したのでしょう。しかしあなたの実力であればそのような試練も楽々と超えられると思っていました。
報告に来たということは、渡墨島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。もちろん、オイラたち、あいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね、昇進はまだ早いので俸禄を増やしましょうか。鉄平には任務を手配しました。幕府海軍の奇襲作戦です。彼は後方にいたくないようでしたので、彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。特殊な任務？はい、渡墨島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃、そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですがタイがそこへ行った時、何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。渡墨島を回ってみてもいいと思いますよ。鉄平が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気のいい日は海に出るのもいいでしょう。鉄平、本当に大丈夫かな。あいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営であいつを待とう。久しぶり。どう、メカジキ二番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか。僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい小隊でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も制作中だってサンゴの宮様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これも全て支援があったおかげだよ。その隊服オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー。隊長、新しい作戦任務が。ああ、今は行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。ここだよな。でも怪しい奴はいないみたいだぞ。まさか隠れてるのか。近くを探索してみよう。この雷元素の石碑、なんだか怪しい。あ、
な雷兜のヒルチャール王者だ。雷元素に引きつけられたのか。ここだよ。天理チョーク。剣女盤石。西洋なべ。無能。ここだ。ここだ。でも、なんでこんなところに、あんな大きな雷兜のヒルチャール王者がいたんだ？わからない。それに、ここの雰囲気、なんだか変だぞ。とにかく、もう何もないはずだから、早く戻ろう。俺、鉄平だ！なんでお前もここに？僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？お前、なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に来たんだよ。万が一危険にでも会っていたら、僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺ、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。うわぁ、あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震え上がってくるぞ。今の渡墨島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中、オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう。でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡墨島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。君たちは早くサンゴロミア様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄平がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻ってココミに報告しようぜ。ココミ、戻ってきたぞ。って、あれ、ゴローもいるのか。何かあったのか？なんかすごく真剣な表情だな。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか？まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロー、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに傷
奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかし、これは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか？ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか？ということは、支援者の正体は、ファデュイだったのか？しかし、なぜファデュイがこのようなことを？いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。また、異常のある兵士って。嘘だろ？早く見に行こう。てっぺー！ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね。今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなれば、もっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は？いつからだろう。君がメカジキ二番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えば、この秘密兵器は僕に応えてくれる。そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ？僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。邪眼？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？そうだったのか。確かに、こんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日、どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら、目の前すらよく見えなくなってた。やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。それで一緒に来てさ。なんて表情してるんだ、相棒。大丈夫。少し休むだけだから。少し休めば、きっと良くなる。てっぺー！おい、どこ行くんだ？おい！鉄兵の容体は？すでに軍にあるすべての邪眼を接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですが、ごく一部では。三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容体を見たいと考えております。ただ、兵士たちは皆、邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば
軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？いけません、危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかしそこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ間違いなく逃げられるでしょう。はい、少し考えさせてください。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、そして輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。私はあなたを止めません。しかしくれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。え、その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかったよ。難攻不落。全力攻撃、弾けろ。よいしょ。踊りなさい。剣女盤石。それよす、失礼。え、神里流消滅。難攻不落、いざ。
暗光フラク。みんながそばに。桜吹雪。君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだ。そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。死亡者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ？頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？まさかこんな情けなくて、小胆なヘナチョコだったなんてね。些細なことだって？間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶眼は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい？これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると全て価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で、世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんて、お得だと思わない？メガリレーは、お前たちがけしかけたのか？まさか、初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は、僕たちが利用できるほど、ほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで、内部から攻め落とせるほどにね。永遠は、時間を非常に長く伸ばすことができる。だけど、その間にある一つ一つの節目は、とてつもなく脆弱なものになるんだ。抵抗軍にいる君の友達のように、どんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように、美しさを放った後は、破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほど、それに抗う。こういう茶番は、見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。なんかな。そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高の餌。どうした？